形容詞、副詞、7、数や量の表現、2です。今回は、few、little を中心に学んでいきます。それでは、スタートです。はい、例題です。問題はこちらン。次の日本文に合う英文になるように、空欄に適する語句を次の選択肢から選びなさい。はい、というわけで選択肢は、 few いろ、あ few ありろ。なんかちょっと目にマッチの時と違うね。一体何があるんでしょう。じゃあ、まず日本語の文見てみると。彼にはほとんど友人がいない。ほとんどない。ほとんど。ない。それを few か little で表します。二番。サラダに少し塩を加えてくれる。少し。あ、なるほど。 お互いに数や量が少ないのはそうなんだけれどもこれはね否定的な意味で使ってるよね。ででもでもリトルいいんだけど否定的な意味そして少し加えてくれる確かに量はちょっとなんだけれども肯定的な意味で使ってるよね。はいそうなんです。TK 図ポイントで詳しくやるんですけれども今回のテーマ「フューリトルこれに「あ」をつけるとですねそうなの肯定的な意味になるんです。 はいですからね「フュー」「リトル」単独で使った場合と「アリ」と「フュー」とした場合の違いが出てきます。それじゃあもう一個のポイントは何そう友人は数えられる名詞です。数えられるところが「ソウル」はいこれはね数えられません量で考えます。数えられな はい、そこも含めてポイントになっています。それじゃあ今回の T ケーズポイント、フューリロー、そしてあがつくときどのような使い分けが生じるのか見てみるよ。T ケーズポイント。はい、ドン。数や量の表現にフューやリローの使い分けです。はい、数えられる名詞のときにはフューのグループを使います。数えられない名詞、量で考えるときはリローのグループです。 先生メニーマッチの時と違って「グループって言葉使いいままししたたねそうよく気づきましたはい、few や「t ロー」だけ単独で使うと「ほとんどない」というふうにただ「少ない」だけじゃなくて「うわもうこんだけ」という否定的なニュアンスが出てくるんです。それに対して a few a little という形になると「少ないっちゃ少ないんだけど肯定的ありがとう少しはあるじゃない」というふうに「少しは何々ある」となります。 はい、まずこの2行いいね数えられる名詞が「うわほとんどないじゃん」という場合は「few 数えられる名詞が少ないけど少しはあるじゃんという場合は「a few それに対して数えられない名詞がほとんどないじゃんという場合には「little」数えられない名詞が少しはあるねという場合は「a l i ということになります。いうことになります。じゃあここまでが基本中の基本中の基本中の基本なんだけれどももう一声たくさんのえ 先生言ってる意味分かんないなんでフューなのにそうなのよフューだけだとマイナスの意味でアを乗っけると肯定でさらにクワイ乗っけすぎっていう感じですそうクワイラフューってなるとたくさん乗って意味になりますヒャーってことは同じように数えられない名詞がいほとんどないじゃないかっていうレロにアを乗っけると少しはあるねクワイとを乗っけるとクワイラレロたくさんのヒャーすんごいねこのようにはい。 フィューがフィューになって加えらフィュー、リローがリローになって加えらリローというふうに前にあを乗っけて加えを乗っけると最終的には真逆の意味、たくさんの服を絡むみたいな意味になっちゃうんです。不思議だね。出世語って感じ。うん、かえって分かんなくなるね。はい、ですからこのまんまの形表面にバチッと焼き付けてほしいの。 はいそれじゃあ使いながら確認するよ戻るよトゥーはいというわけで1番ほとんど友人がいない数えられる場合には「リローじゃなくて「フュー」なので正解はフ「フューフ riends」「ヘアー few f riends」切ないね嫌な例文だねはいそして2番「サラダに少し塩を加えてくれる」お塩は量で考えますので「ア・フュー」ではなく「アレロ。 はい,いはい、ということです Can you add a little salt to this s a l d このようになりますはい、ということで few や little 単独で使う場合は数がほとんどない、量がほとんどないですけれどもあをつけると少ないけれども少しはある少しはあるという意味になりましたはい、ということでね数と量の使い分けさらにはあをつけた時の意味の変化 これをこの画面で学んでみましたポイントばっちりつかめたかなはい今回はね例題にもう一問あります問題はこちら三番この図書館には心理学に関する多くの本があるということです This library has cool and books on psychology はいこれブックスは数えられる名詞数で考える名詞なので 理論は使えないよって正解はクワイラフューということになりますかけるかなクワイラフューいこの塊でドスーンっていう感じだからクワイラフューイコールメニーでいいんですけれどもメニーの場合は単純に多くのとかたくさんのっていう感じね それに対してクワイ・ラ・フィーは多いんだけど「うーわーこれはなんか少なからぬ」みたいな「すくうん少なからぬ」「少な・からぬみたいな「おっさんか」みたいな感じですけれども一応多いのはそうなんだけど「うーわーこれはかなりですよ」なんていう場合にはメニューよりもクワイ・ラ・フィーを使った方が良いということなんです。 ちょっとおっさんっぽいけれども、なんかニュアンスを表すにはこういう古臭いね表現を使ってっていうことです。はいというわけでね、クアイラフューは多くのたくさんのという意味。今回はブックスに使うのでクアイラリローじゃないよっていうことを確認してみました。はいおさらいです。こちらバン数や量の表現にはフューリローについて学びました。 数えられる名詞を表す few グループ数えられない名詞を表すリログループ単独で使うとほとんどない少ないっていうだけじゃなく否定的なニュアンスが出てきますそれに対して青を乗っけるとおお少しはあるじゃん肯定的なニュアンスがさらにクワイと乗っけるとうっひゃたくさんじゃんこれは少なくる,るというふうにスタート地点からほぼほぼ真逆の意味になる few a few quite a few little a little 加えられろというふうに意味が肯定的になっていくというところがポイントでした。はい、皆さんね、ちょっとややこしかったけどきちんと覚えちゃってください。